松平近盛は戦国時代の武将、松平長近の次男、通称は三郎次郎、神は佐京助、深間松平家の祖、三河国壁海軍福釜の領主、父長近より福釜と東端を受け継ぎ、深間城を居城とした。三河物語によると戦については、 凄腕で他に越す者がいないと評された人物で、松平宗家に忠誠を尽くし、老いに当たる、兄、信忠の子、宗家の松平清康が、東、三河を平定する際、先定役として、熊谷氏の居城、売城を、大手門から十数名で攻めたが討ち死にした。清康は、親森のこの死を信忠の責任としたという。墓所は、愛知県安城市の法世人。 法船院には、親森から二代地下継ぐ、三代松平地下都市までの肖像画がある。完成重州諸家府は、親坂官について、死去は、忘年とし、自身を回帰とする、福川村の法船院に葬られた親森の死因については、触れていない。しかし、三河物語には、清安二十歳の頃に、終わり国岩崎、信野の両郷を攻め、続いて、 東三河の宇都市の熊谷市を打ったとし、その売り城の大手攻めにて一歩も引かなかった親森は、多くの傷を被って、主従十二から三人と共に討ち死にしたと記す。清康は、永正八年生まれであるから、この戦いによる親森の死は、協力三年頃と推定される。一方、長野九文、藁では、サイレンジケー図付録を根拠に、この戦いで戦死したのは、 親生着子の近継ぐとしている。サイレン時系図付録には、松平近森の協力3年11月の証文が書斎されているため、親森の生存が伺われるからである。ただし、松平氏の研究者である、平野明夫は、長野旧文、わらは、うるしろゼメを協力二年としているため、整合性を考えれば、うるしろゼメを協力3年発生の出来事と仮定する。 この件について、平野明夫は、この親聖昌門について、紙質、事体に疑問点が多いとする、安城古文書研究会編、サイレン事文書の見解を挙げ、むしろこの時の下継ぐの戦士を想定するならば、去年28では、文紀3年生まれとなり、遠徳2年生まれの兄、松平信忠との年齢差的に疑問を示している。平は、売での戦はやはり親であり、 去年は28であったと結論付けている。ありがとうございます。